47都道府県作りたいものを作ってみよう第43弾。今回は東北地方より福島県になります。東北地方っていうのはイカの水揚げ量っていうのが日本全国見てもかなり上の方の漁獲量を誇っておりまして、そのイカをですね日持ちしやすいように加工したスルメが昔から盛んに流通されていたようなんですよ。それで福島県の北部の方でそんなスルメを使った郷土料理がございまして、その名もイカ人参と言います。一説によると北海道の松前漬けってあるじゃないですか、数の子が入ったやつ、それの元になったんじゃないかって言われてるみたいですね。まずは漬け汁を作っていきます。鍋に砂糖、みりん、お酢、醤油、お水を加えて火にかけて沸騰するまで待ちます。沸騰して砂糖がしっかり溶けたら火を止めてこのまま冷まします。冷ましてる間に具材の下ごしらえをします。こちらの人参をこんな感じで細切りにします。そしてもう一個スルメを使うんですが、そのスルメをですねこの人参同様に細切りにして使用するんですよ。それでコンビニに行ったらですねこういうイカそうめんタイプのスルメが売られておりまして、まあこれを使えば手っ取り早いんじゃないかと試しに一本味見してみます。うん、味もまごうことなきスルメですねこれは。まあこういうタイプのスルメが売ってなかったら普通の一枚板のスルメをキッチンバサミで細切りにするとこういう形にしやすいっぽいです。というわけでスルメの長さを人参と同じぐらいの長さに揃えて、そしたらこれを袋に入れてそこに冷ました漬け汁をかけて、これでしっかりと袋を閉じて、これで冷蔵庫で数日間寝かせます。そして冷蔵庫で、3日漬け込んだものがこちらになります。スルメがですねやっぱ汁気を吸ってすごい柔らかくなってますね。というわけでこちらがイカ人参になります。まあパッと見た目だと完璧きんぴらごぼうですね。いただきます。うん、あ、サラダだ。人参が、まあ、多少食ったりはしてるんですけど、やっぱ噛むとシャキシャキして、それと同時にスルメからじわっとスルメのエキスとタレのエキスが出てきて、お酢が入ってるんでドレッシングっぽいんですよ。それが人参のシャキシャキと相まってすごいヘルシーなサラダをいただいてるような感じですね。それでスルメも漬け込んだことによってだいぶ柔らかくなって、噛みしめていくうちにだんだんとイカ本来の味わいが広がってきますね。これは小鉢としていいご飯のおかずになりますよ。あと酒のあてにもなるんじゃないですかね。というわけでこちらのイカ人参ぜひとも作ってみてください。